そもそもどこだ？教えない。皆さん準備できたら森のダンジョンに行きたいと思いますが、どうでしょうか。オッケー。また翔さんがなんか画策してるな。いやまだお金がないな。まあ、確かにまだお金がない。ダンジョン行こうぜダンジョン。森？こちらってるっけ？森は反対かな？あれ？さっきの入り口のところ？さっきの船の上から見えたんだよな森が。うん、船の向こう側じゃない？あ、そういうことか。ってことはじゃあイカに乗るってこと？かも。あ、違うか。そうだそうだ。クレーンの向こう側だ。クレーンの向こう、あ、本当だ。あったあった。入り口のところよね。しかしこの造船所っつの港だからやっぱ移動距離があったあったあった。はあ、半端ない。ここは港町がでっけえ船だろうだって。お、その人なんか言ってます？どうぞ言って、読んで。実はこの森の奥には鉱山があるんだ。まあ別に大した鉱山ではないが、港に住んでる奴らにとってはとても便利なもんでな、一番いいんだ。なるほど。なんで翔さん読むの諦めた急に。え、多分回線途中であれ消えちゃったんじゃない？あ、そういうこと。俺もずーっと喋ってたよ。最初のじって言って切れたから。じなんて読むのやめたんだ。なんかやらかしたかなって。そういうことか。面白い。タイミング良すぎ切れるの。なるほどね。一気に寂しくなった。さあ行こうぜ、また森だ。カボチャだらけ。エメラルド稼ぐぞ。エメラルド稼ごう。うん、俺今知力めっちゃ振ったから多分闇魔法半端ない気がするな。これ闇魔法どれぐらい入るかな。さこい敵出てく、あ、出てこない。入り口あった、入り口あった。どこ？あら、じゃあこっちだ。あ、そっちに入り口ある。待って、そらさん、そっちに入り口っていうことは反対側に行くのが RPG ですよ、そらさん。あ、これは、あ、こっちも入り口。あー、そういうこと。2つあるのか、とかどっちか多分あれじゃない、鉱山かなんかじゃない。なんすかね。あ、こっちが入り口っぽいね、ダンジョンの。多分ソルさんが見つけた方が多分採掘ゲームの方じゃないかな。あ、こっちが採掘か。うん、あ、あ、ほんとだ。こっちが採掘、こっちが採掘っぽいな。ほんとだ。これでダイヤが出たらエメラルドブロック64個だったかな。マジ？やろうぜ、掘ろうぜ。よし。下は掘れない。ないわ。魔法の鉱石が4個。ダンジョン行きます？この鉱石が。それで一回行ってみますか。行きますか。後でこれは鑑定しよう。オッケー。この打撃の鉱石とかにも。うん。っていうことはやっぱりソーラさんが見つけた方が正解だったんだ。ですな。ショートカットそい。明らかにヤバい雰囲気を出しているよ。進んだら命はないだろうな。だって確かにエンドゲートだもん、これ。エンドポータル。あらら、すごい。なんか、あ、ほんとだ、今までいないやつ。ヤバい、ヤバそう。あ、じゃあ吸い込まれた。はい、ソラさんも行ってらっしゃい。おお、なんとおりゃ。叩き入れ、なにこれ。わ、ネザーフォートのブロック。おかしいな。明らかにヤバい雰囲気を醸し出している。うん、戦闘準備進んでいく。なんだこれ、ヤバい。構えた。このまんまこの色使いだと。うわー、出た出た。顔がやばい、顔がやばい。うわ、でもエメラルドごっそり落とす。うん、闇魔法当ててやる。闇属性っぽい。痛い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 。えい、また来た、また来た。あれ、ダメージ量が出ない。うわい、聞いて、ダメージ。闇魔法俺287入ってる。やばい、やばい。しかもこれスレイヤー敵が集中してると一発撃つだけでその周りの敵全部に入るから、これはいいです。
いっすな。ただ撃つだけで魔力その防御が低下。あ、なんか強そうなのがいる。そこお、キミさん倒した。ナイス。おいもうやっぱり強いね。もう2周目みんなすごいステータスの上げ方が上手で強い。確かにね。お、盾がいる。効率よく上げてるから強いね。ほんとだ。エメラルドこっそりや。おいしい。なんかあそこに階段があるけど、なんだろう。どこ。あ、白い階段でしょ。うん、私もさっき見つけた別ルート的な。うちなんかありますけど、ちょっととりあえず 見ていくだけ見てくる。え？え？ん？みんなどこ？町だ。町？町？まだ解放されてない町がある。え？うわ！売ってるものすげえよこの町。多分最後の町かなこれ。どこ？ダイヤの剣にスターソードって書いてある。攻撃力227だって。やばいよここ。友さんがどこだ。教えない。やばい、しまった。アチャミという目撃者がいた。消しておくべきだった。最初から知ったの。くそ、アチャミさんの後ついてこ。あ、エメラルド取られた。しまった、バレた。白い階段、お急ぎで登る。ここか。ここのさ、やばい、この武器屋さん。スターソード、スターサイズ、スターアックス。もうこれエンドコンテンツだ。おお。炎の靴3が売ってるけど、あれだ、地獄の結晶。鉱山から取れたアイテムでここで交換するんだ。閉店中っていうのがある。閉店中2個あったわ。あ、それ魔法もこれエンドコンテンツからフレームバースト4。4。港まで戻る。あ、すげえ。鉱山ゲームでその地獄の結晶っていうのが1個でも出ればこの最強のやつ1個と交換できるんだ。うわー、それいいな。多分これが最後だから多分あれだね、フレームバーストとか魔法は4まであるってことだね。で魔法鎧は3までだ、うん、絶対ダイヤの剣欲しいんだろうな。絶対ダイヤの剣欲しいだろうなこの人。森のやつ行ってクリアして終わりますか。はい。ショウさんどこにいんだ。これも外出ましたよ。やつめ、稼ぎに行ったぞ。おいみんな、抜け駆けしてるやつがいるぞ。やばいな、フライシェンは人を狂わせるな、これは。抜け駆け。目を離せるな。ここで魔物を助けてる。いた、盾持ちがいた。あー、ごめん、ソーラさん。でもここ周り何にもないね。敵もいないし、うん、ボスみたいなやつもないし。この一番上登ったら何かあるのかな。いやー、こっちも何もなし。あー、ほんとはてっぺん来た。お、何にもないわ。じゃあそこのガラスを割る手段？ガラス割るっぽいけどね。なんだろう。敵を倒してないのがいるとかなんかあんのかな。ここだけ色が違うのも何なんだろう。紫のところ？確か。あ、違う？あ、ワープした？ダンジョン始まったー。そこ。ここの、そこのバンバン。ほんとだほんとだほんとだ。これ、モアモア。あった。モアモア。チェック。ほんとだ。あれ、吸い込まれた。近く行くだけで。ダンジョン深淵の洞窟？うん。淵って読むのこれ。あ、ほんとだ。うん、深淵。深淵。うわ、なんかいる。あ、エンダーマンだ、顔が。おぉ。うわ、早い動き。闇の方くらえ。めっちゃ早い。動き早っ。あ、エンダーマイトもいる。わあ、エンダーマイトさんもいるやん。マイトさんも。これ。後ろ組。じゃあソロさん。
これちょっとしんどい。早えよ。早えな、敵の動きが。止めらんない、うん。俺も魔法で一撃でバシバシ。バシ。あ、いいね。うん、スレイヤーだと一撃。スレイヤー強え。あ、もう着いた？ん？またゲート。あ、ほんとだ。ほんとだ。うわ、ほんとだ。ボスか、これ。ゴー。行っちゃう？行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。ゴー。さあ、ボスだ。いる、あったー。赤 い, な 赤, い赤いけどもやっぱり周りは紫色の面積が多いですよ。これはいや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 い や, い や, いや紫色の面積が占めている。赤はほんのこれっぽっち。くそー、紫が多い。絶対に紫が多いと思います。いきますよ。はいはい、お願いします。ほい、うわ、ザーベス。ザーベス暗黒面に落ちるがいい。ナイトメアストリーム、やばい、中二病だ。ガチの中二病の人来た。ビシッビシッ、意外と強いかもしれない。でもスレイヤー一発300ダメージ入ってる。スレイヤー強え。ビシッ打ちまくれ。ビシッ、な、やばい、ちょっと離れた方がいいかも。なんか大丈夫かな。なんか今変な、ね、我が呪い永久に苦しむがいい。あ、クミさんが1ダメージずつ減ってるけども、ソーラさんがいい回復を打ってくる。ソーラさんに回復を任せて僕は攻撃魔法を打っていく。バシッ、逃げろ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 、なんか呪い呪い。あ、ソーラさん回復したって。チャミンが死んじまう。 OK、 ナイスナイス。あと1ゲージ。やばい、いいパーティーだこれ。今度俺か。うわ、なんかやってきた、なんかやってきた。イエーイ、やれやれちゃう。すごい、もうかなり強いぞこのパーティー。33平均いった。いった、なんすかクミさん、なんかもらった。あー、ブロックね、オッケー。じゃあもうこれはいる人で山分けでいいでしょう。いった、なんすか。言葉ではなく終焉のオーブ。ラストダンジョンを解放するアイテム、入り口でこのアイテムを捨ててみようだって。お、あ、じゃ あれさっきのところか。じゃあもう最後なんだこれ。さあ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 、じゃあ投げますよこれ、ここに。えい、はい、えい、あ、違うんだ、こうじゃないんだ。捨ててみよう、捨ててみようだ、これでいいのかな。捨てて、ほい、うわ、びっくりした。おお、え、あ、え、言ってもうた。あら、ラストダンジョン豪華を貫く摩天楼、返して元の世界に返して。